音を立てて激しく燃える建物。消防はまだ到着していません。建物が激しく燃えており、隣の建物にも火が燃え散っています。今日午前10時半ごろ、田村市大越町で火事があり、住宅と納屋を全焼しました。消防によりますと、この火事によるけが人や逃げ遅れはないということです。また、今日午前5時半ごろ、小野町飯豊で建物が燃えていると消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、火事のあと、この家に1人で住む吉田明さん74歳と連絡が取れなくなっているということです。警察は、遺体は吉田さんとみて身元の確認を進めるとともに、出火の原因を調べています。